レベッカ・テイラーレベッカ・テイラーはニュージーランド出身のファッションデザイナー、また彼女のファッションブランドの名前である。子猫をモチーフとしたブランドロゴとセクシーかつロマンティックでフェミニンなデザインが特徴。ウェリントン・スクール・オブ・デザインを卒業後、1989年のピーター・ジャクソン監督の映画、ミート・ザ・フィーブルズ、怒りのヒッポポタマスの衣装デザインを担当する。 その後アメリカ合衆国に渡り、シンシアローリーで6年間アシスタントデザイナーとして、ドレス部門で働く。1999年にニューヨークコレクションデビュー。2000年には、シーフラの新人賞にあたるペディ・エリス賞にノミネートされ、NY のニーマン・マーカス、バーニーズ・ニューヨークなどの百貨店で販売されている。ジェニファー・ロペス、キャメロン・ディアス。 サラジェシカ・パーカーらが着用したことでも注目された。とりわけパーカーは、レベッカ・テイラーの大ファンであり、テレビシリーズ、セックスザ・シティでもたびたび着用した。日本では2000年からレナウンによって、百貨店で展開を開始、キャンキャンなどの雑誌に取り上げられ、人気を得た。2010年春夏コレクションからは、伊藤中ファッションシステムとマスターライセンス契約を締結。 レベッカテーラーブランドの日本市場における包括展開を行う。レナウンとの契約は2010年1月末で終了し、レナウインクスがライセンス生産する、レッグウェアは継続、アパレルは同ブランドのバッグ、革小物を展開しているクイーポが行うこととなった。ありがとうございます。